海外の男性とかとは結構遊んだりしてたんですかね。たくさん遊んでた時期もありますね。どのぐらいの国の人と、まあ、デートしてきたことあるんですか。関係を持ったとか付き合ったとかっていう人は18人ぐらいです。やばかったエピソードとかっていうのあります？あのぐらいの太さですかね。Hello everyone, how you guys? ごめん皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日も可能性無限大。This is Taro Sack ということで、今日の動画では海外で外国人男性と遊びまくる日本人女性の体験談というテーマでやっていきたいと思います。みんなじゃないですよ。みんなじゃないんですけど、せっかく海外に行けばね、男女問わずこう、外国人と遊んでみたいとか、デートしてみたいとか思うもんじゃないですか。でも実際こう、例えば男性だったらね、うまく話せるかな、沈黙にならないかなとか、特に女性だったらなんか怖いことに巻き込まれたりしないかなみたいな心配ってあるじゃないですか。日本はね、こう移民国家じゃないので、単に外国人ってなるだけで少しこう構えちゃう人も結構いると思うんですよね。でもせっかく海外に行く予定があるし、むしろもう今来てるしとかね、やっぱりそういう話に興味があるんだって、もしそういう経験豊富な日本人がいたら、ぜひその話ちょっと聞いてみたいって思ったことある人いません？思って頼むから思ったことあって。たださっき無理やりね、話を持ってく癖があるんですね。ということで今日は僕のインスタの方でそういうね体験談持ってて、もしよかったらねインタビュー協力してくれる人いませんかみたいな感じで募集したところ、勇気のある日本人女性がですね手を挙げてくれましたので、絶対ここでしかね聞けないようなちょっと深いところまで今日はインタビューしていきたいと思います。大人な内容にちょっとなると思いますので、心臓の悪い方はぜひですね僕のチャンネルの他の動画を見ていただけたらなと思います。それ以外の方は最後までぜひ見ていってください。僕のチャンネルでは様々なトピックに関する外国人のインタビュー動画を毎週配信してます。見るだけで頭の中がグローバル化すること間違いなし。面白いと思ってもらえた方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日も早速行きましょう。はい、ということで今日はインタビューありがとうございます。ありがとうございます。ニックネームでもいいんですけど聞いてもいいですか。Cさんで。Cさん、今日よろしくお願いします。お願いします。ご出身は日本のどこら辺になるんですかね。大体でいいんですけど。真ん中あたりです。真ん中あたりですね。まあここ今お住まいはシドニーですけど、来てどのぐらいになるんですか。約3ヶ月ぐらいです。海外とかもともと結構好きでいろいろ行かれたりしてたんですかね。そうですね、あんまり日本のなんていうんですかね、カルチャーとかが合ってなくて、ちっちゃい頃から海外で私は生活したいっていうのがあったので。なんで、まあ、いろんな国がある中でオーストラリア来ることにしたんですか。2年間のコロナでスタックしちゃったんですけど、日本にカナダにもともとワーキングホリデー使ってしまってて、で、まあ、ボーダーが開いた瞬間に、あ、もう日本からすぐさま出たいみたいになって、で来た次第です。なるほど。他にもいろんな国に行ったことあるんですか。主に、まあ、アメリカが中心ですね。この動画見てる人はこうモザイクが書いて入ってるんで分かりにくいと思うんですけど、アメリカ好きそうですもんね。なんか見た目そんな感じかもしれないですなんかこう自由な感じがねすごく感じます。僕もオーストラリア今住んでかれこれ7年ぐらいなんですけど、まあ、日本と間違ってこう多様性があって、特に今どんな性格であろうと、まあ、どんな見た目であろうとね、ジャッジされないというか、まあ、皆さん自由に過ごされているところ、まあ、そういうところもあってこう風通しがいいっていうんですかね。僕はそういうのがすごく好きで、この国にももう長いこといてるんですけども、僕ね、この国に来て印象的だったことがあって、美男美女多いなと思ったんですよ。イケメンさんもほんと街歩いてて多いし、モデルみたいなも美女もめちゃめちゃいっぱいいて、なんじゃこれはって最初思ったんですね。 Cさんはアメリカとかまた海外、まあ、カナダですねとか長いこと住まれてて、まあ、今オーストラリアいますけど、海外の男性とかとは結構遊んだりしてたんですかね。たくさん遊んでた時期もありますねなるほどなるほど。やっぱ日本人男性よりも外国人男性の方が、まあ、結構自分的に好みっていう。それもありますし、あんまり日本人男性が私に対して興味を示してくれないっていうのが一番の原因かもしれないです。あ、そうですか。いや僕普通に待ち合わせ場所でお会いした時にすごくこうスラッとしてて美人の方だと思ったんですけど、まあ、もしかしたら日本人男性よりもこう意見を持ってて、なんか印象的にねこうはっきりしてるっていうか、サバサバしてるっていうのかな、そういうところがあってこう圧倒されちゃうかもしれないですね。日本人の草食系男子とか特に。それこそね、ワーホリとか留学とかで男女問わず日本から出て行くと、まあみんながみんなじゃないと思うんですけど、まあ、せっかくだからね外国人のね相手と遊びたいなとか、できれば付き合ってみたいなとか思うものじゃないですか。まあ、Cさんいろいろこう体験豊富な、まあもう匂いをね醸し出されてるんですけども、どういうところで出会うんですか。前はそのバンブルとかティンダー、マッチングアプリ。そうです、そうです。え、それでイケメンさん見つけて右スワイプしてマッチして、結構みんなすぐ誘ってくるもんなんですか。どっかデート行こうよみたいな。速攻です。あ、そう、速攻は早いんですね。なるほどなるほど。ちょっと興味深い話が聞けそうだな。もちろんね人によって違うと思うんですけど、外国人男性とのデート
初デートとかって、まあ、僕だったら最初はね、あの綺麗系男子を装って、あ綺麗系なんですけど、装ってはないんですけども、カフェとかね行ったりするんですね。あのコーヒー飲もうよなんて言って、で2回目でこう飲みに行ったりとかね、バーとか行ったりするんですけど、外国人の方は皆さんどういう初デートをされるんですか？人によって全然違いますね。なんか昼間会って、まあ、コーヒー飲むっていう人もいれば、飲みに来ようみたいな人もいるし、まあもうこれはもう ブーティーテクストじゃないけど、あもう見え見えだなみたいなのはあります。なるほどですね。見え見えな方って結構いらっしゃいます？結構いますね。8割ぐらいそうかもしれない。8割やっぱりそのマッチングアプリとか、まあ、海外で結構使われてる経験があると、やっぱそういう方が多いんですか？私そもそも Tinder を初めて使ったのがカナダなんですけど、日本の友達が、まあ、友達を作るツールとして教えてくれたんですけど、全然違ったみたいな全然ね、まあ、いろんな目的がありますけども、ちょっと友達よりももうちょっと深いものを探してるっていう、まあ、プラットフォームだったっていう。なるほどなるほど。分かんないんですけど、その自分の経験的に Tinder とかね、バンブルとかいろいろそういうマッチングアプリを使ってると、まあ、やっぱりそういう目的といいますか、そういう方が8割ぐらいっていうふうに言ってましたけども、ちょっとそれはなって思う人もいると思うんですよ。いやそうじゃなくて、私は本当に出会いたいんだって思う日本人女性もいると思うんですね。外国に来て経験したからこそ、まあ、そういう人たちに言える、あそういう人たちはこういうの使った方がいいよ、こういう出会い方がいいよっていうのは何かあれば教えてもらえます？単純に自分の人生にフォーカスした方がいいと思います。なるほどね。ちょっと深いですね。え、でもどうだろう、出会いたい場合は、なんか出会いたいって思ってる時にいい人に出会えないと思うんですよ。それはめっちゃわかります。普通に暮らしている中で本当にたまたまいい人に会って、自然とこういいなと思って、あっちもいいなと思ってくれたら、こうなんか自然と仲が深まってってみたいな。確かにね、出会いたいと思って探してる時ってなかなかいい人に出会えないですよね。これもね、ちょっとなかなか言語化するの難しいと思うんですけども、経験豊富だからこそ言える、日本人男性とウエスターンの、ね、男性のここ結構違うよねみんなっていうところあります？相手を大事にするのか、2人の時間を大事にするのかっていう違いが結構多いかなって思います。女性を大事にするのか、2人の時間を大事にするのかっていうところの違い、それってちょっともうちょっとこう噛み砕くと、なんか日本人男性って意外とあのカップルのインスタとか TikTok とか見てても、なんか2人の時間をキャピキャピみたいな楽しく過ごすって感じなんですけど、海外の男性は割とその相手をとても大事にするモットー的な感じで。なるほど、深いですね。なんかもう恋愛哲学の世界入ってきますけど、これいろんなね男性とこう経験豊富だからこそ言えるっていう。カナダも移民国家だと思うので、いろんな国の人がいると思うんですけども、どういう国の人とこう今まで遊んできたんですかね？そうですね、私は、まあ、幅広く言ってはいるんですけど、未だにまだアジア系の男性とはデートしてないですね。まあ、お気に入りのその国旗とかっていうのはあるんですか？カリブとかアフリカとか。そっち来ると思わなかったですね。なるほどね、なるほど。今日濃いですね。カリブの海賊がすごく好きだっていうことなんですけども、どのぐらいの国の人と、まあ、デートしてきたことあるんですか？さっき数えてたんですけど、関係を持ったとか付き合ったとかっていう人は18人ぐらい。だいぶ多いですね。これは経験豊富だ。あの言葉にもう本当に重みがあるというか、まあ、僕のチャンネル見てくれてる人なんかはワーホリとか留学で、まあ、海外行きたい人、まあ、それこそね旅行とかでもいいと思うんですけど、海外に行きたい男性女性ね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、今日女性にインタビューさせていただいてるんで、まあ、女性目線から海外に行って、まあ、外国人男性とこうちょっとデートしたりとか遊んだりって考えると、日本ってこう外国人が他の国に比べて多くない国だと思うので、外国人ってなるだけでちょっと構えちゃう人とか大丈夫かなって思っちゃう人結構多いと思うんですよ。特に女性なんかはなんか怖いこと起こるんじゃないかなとか心配あると思うんですけど、やばかったエピソードとかっていうのあります？別にやばいってわけじゃないんですけど、本当にシドニーに来てからなんですけど、バンブルで出会って本当に一回デートした男性がいたんですけど、向こうはもうなんか付き合いたいみたいな、もう結構なんかガツガツ来てたんですけど、初めてまだ会ってもないのに、なんでそんなこと言ってくるんだろうみたいな、こっちはスタンスでいたんですけど、でビビッとシドニーとかネットフリックスチルってやつですね。チルまでは言わなかったんですよ、彼は。チルじゃない可能性もありますからね。チルっていうのはあれもただの隠語ですから。だからチューチューって言って聞いてで、まあ彼の部屋に行ったんですけど、あ行くんですね。行きますよ、ムービー見るだけだよって断言させたんですよ、向こうにも。分かった、ムービー見るだけだよって言ったのに、すごい始まっちゃって、ネットフリックスのエキサイティングみたいなね。まあそれはよかったら次に進むじゃないですか。まあちょっとトラウマになりかけたっていうか。ごめんなさい、悪い話なのに掘り下げて申し訳ないんですけど、何が起きたんですかね？汗がすごかった。
そこ汗がすごかった。はい、最中にポタポタ垂れてくるんですよ。すごいですね。いや、なんかちょっと乱暴だったとか、あまりにもなんか下手だったとかね、なんかそういう話かと思ったら汗がすごかったっていうね。変化球投げてきますね、やっぱり。まあ、メジャーリーグいただきありますからね、アメリカの方に。まあ、それ、一つやばかったというか、まあ、思い出に残るストーリーということで。なんか他にあります？カナダにいる時に Tinder で出会った人とパブで待ち合わせして、その後公園に行ったんですよ。オリンピックパークみたいなところに。その時に急に暗いところのベンチで追っ始めようとされて。オリンピックが開催されるっていうことですかね。危険しましたなるほどですね。そっか、まあ、オリンピックパークとかあんま行かない方がいいかもしれないですね。いろいろ競技ありますから、まあ、ごめんなさい、ちょっとね、最後の方、いきなり真面目な質問になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、いろんなイメージを日本人の方っていうのは、まあ、特に日本人女性ね、まあ、日本人男性もそうかな、外国人のその男性とかに、ね、持たれてると思うんですけど、正直言ってでカリブの海賊と遊ばれたりとか、いろんな、ね、国の方と遊ばれたりしてると思うんですけど、やっぱ外国人ってでかいんですか？そうですね、カナダの時にお付き合いしてた方は、日本で普通に売ってるジャックダニエルとか、あとなんていうの、アーリータイムズの普通のボトルぐらい身長が高くて、醤油差しあるじゃないですか、居酒屋とかに赤いカバーのやつ、あのぐらいの太さですね。そうなんですね、やっぱりね、 J リーグと、まあ、海外リーグの違いみたいなのありますからね。なるほどね、すごい、これはリアルな体験談ですから、やっぱりそうなんだなっていう、今腑に落ちた人たくさんいると思いますよ。だいぶ頭の中グローバル化してると思いますね、皆さん。まあ、ちょっとタロサク調子こきなんで、さらにそこから派生させて聞かせていただくんですけど、さっき日本人と外国人さんの違いありますかみたいなところで話させてもらったんですけど、そういう、まあ、日本人男性と試合をするときと外国人の人と試合をするときのなんか決定的な違いとかってあったりします？ここ違うって気づいたなみたいな。やっぱピロートークがあるかないか。ピロートークというのは、終わった後にここがどうだったかとかっていうことを話す時間があるかどうか。日本人男性って結構終わったらもうすぐお風呂入る、寝るとかっていう感じだと思うんですけど、それがない。なるほどですね。外国人男性はピロートークっていうのを結構大事にする。これは確かに日本人できる人もいると思うんですけど、少ないかもしれないですね。まあ、ここまで見てくれてる、まあ、特に女性の方って、おそらくやっぱり私も海外行って、まあ、男性とね、まあ、そこまで深くなかったとしても出会ってちょっとデートしたりとか付き合ってみたいとか思う人もいるかもしれないですね。そんな方もいらっしゃると思いますので、まあ、何かこうした方がいいよとか、こうやると出会えるよとか、ここは気をつけた方がいいよっていうところがあれば、最後アドバイスじゃないですけどもらっていいですか？もしなんかマッチングアプリで会うとすれば、友達を一緒に初めて会う時に連れて行くとか、あとは口実をうまいこと作っておく、私みたいにムービーだけだよって約束したりとか、まあ、しちゃったんですよね。自分を守るってことを大事にするのと、あと注意してほしいのが、もう日本人だったら誰でもいいみたいな男はちょっとあまり良くないかなって、私の経験上。いらっしゃいました？いますいます。その汗の人が、汗の人相当ダメですね。なるほどね、まあ、そんな感じですか？わかりました、まあ、なかなかねこういう話って、まあ、テレビとかじゃ聞けないと思いますし、僕インスタでね、女性でこういう話持ってる人もしよかったら協力してくれませんかということで募集させていただいたところ、ご連絡いただいたじゃないですか。なかなかね、勇気のある女性もこういう話をね、こういうところできる人もいらっしゃらないと思いますので、今日は本当にこんなね、価値のある興味深い話を聞かせていただけたことを感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。今オーストラリア来たばっかりですけどね、いろんな男性もちろんカナダと一緒でいると思いますので、汗をね、各男性だけは気をつけていただいて楽しんでいただけたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、思った以上にね、深い話聞くことできましたね。調子乗って好きなね、国旗なんですかとか聞いちゃったんですけど、まさかね、カリブの海賊が出てくるっていうね、経験豊富じゃないとこんなこと言えないぞ。まあでも真面目な話、本当にこういう経験海外に行って、まあ、したいなと、興味ある人も結構本当にいると思うので、楽しいだけじゃなくて本当にね、最後、まあ、経験者ならではのアドバイスももらえて、有意義なインタビューができたんじゃないかなと、僕は感じてます。 C さん、ご協力本当にありがとうございました。概要欄にあるタロサックの公式 LINE では、僕本当に18歳まで英語力全くのゼロでしたけど、今英語をですね、流暢に話すことができるようになりました。まあ、そのね、英会話を学んでいく上で本当に知っておかなければいけない、まあ、勉強方法ですとか、それから英会話の初めの一歩となる機会を来てくれた方全員に提供させていただいております。 C さんみたいに本当に海外行って、まあ、男女問わず外国人の方とね、こう仲良くなりたい、良ければデート行きたい、付き合いたいっていうふうに思っている方はですね、英語話せた方が絶対有利ですので、まずはね、海外行く前に英語を勉強して少しでも喋れるようになって
ていくと、僕はすごくねそういうの大事だと思いますので、ぜひ興味がある方は概要欄のリンクから探索の公式 LINE 友達追加してください。海外行って外国人と遊んでみたい、でもなんだか怖いんだよねって思ってたんだけど、まあ今日 C さんの話を聞いてみたところ、まあやっぱりそういうところはあるよねと思いつつ、なんだか手が勝手に動いて、気づいたらすでに Tinder と Bumble をインストールしようと思っちゃってるあなたがそこにいるのであれば、見るだけで頭の中グローバル化しちゃったんだよ。最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。面白いと思ってもらった方はチャンネル登録忘れずに、高評価も忘れずに、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。